はい、皆さんこんにちは、ゆうりです。前回見ていただいてありがとうございます。前回はスキンケアの方やっていったんですけど、今だいぶニキビがね引いてきました。ここの部分とかひどかったんですけど、早速効果出ててちょっと自分でもびっくりしてます。で、まあ落ち着いたらね皮膚科に一番行くのがいいんですけど、まあ、ちょっと今オルビスの方でどれだけ効くのかっていう、やっぱね挑戦もしてみたいと思ってるので、まあこれから経過ちょっと伝えていきます。だいぶマシかな。うん、今ねこれ何も塗ってないんですけど、ここがやっぱ一番消えたかなと。ここら辺もなくなって、でおでこはまあまだちょっと消えてないんですけど、結構ねすぐに効果は出てるみたいです。なのでまた経過の方を伝えていきます。で今回はなんと5分間でハーフメイク仕上げちゃいたいと思います。ちょっとこれすんの初めてなんですけど、今度ノーミラーメイクしてほしいというリクエストもあるので、また次回というか、またこれからそういうのをねしていこうかなと思ってます。いやね、じゃあね早速なんですけどやっていきたいと思います。ね今ねひまちゃん寝てるんですよ。で寝てるんで5分間っていうちょっと素早いメイクなんでちょうどいいかなと思って、今寝てる間にちょっとやっちゃいます。この子ね喋っててもね起きないんですよ、ほんまに。だからね おとなしすぎるんかな。うん、まあとりあえずちょっとやっていきたいんですけど、今回ねなんかねもうちょっと今すでに用意してます。でハーフメイクを挑戦するんですけど、できるかちょっと不安なんですけどやっていこうと思います。まずファンデーションからね全部やっていきます。なんかね5分って聞くだけでちょっと今別にまだ測ってんのにどうしても早口になってしまうんですけど、じゃあまずやっていきますか。全部揃ったかな。アイプチあるやろ、アイビーブリーあるファンデーションシャドウ多分大丈夫。よし。ではやっていきましょう。よーい、開始。はい。じゃあまずファンデーションから塗っていきます。もうねとりあえず、ね、今急ぐことが大切。はい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 。ちょっと適当になりますが、ファンデーションってか、うん、下地の方ね塗っていきまーす。やっぱり塗るだけでもちょっと時間かかんな。大丈夫かな。はいはいはい、次、はい、ファンデーションのパウダー。でもこれね、ほんまに素早くできたらすごいと思いません？ハーフメイクですよ、死んでまうって話。はい、眉マスカラめっちゃファンデーション適当。はい、眉マスカラ塗ります。はい、次、乾かしてる間にやばいやばい、これちょっと間違えた、暗いアイシャドウ、ちょっとやばい。シャドウはま手でいいや、塗っていきましょう。はいはいはい、あー黒くなっちゃった、最悪。じゃあアイプチいきます。あファンデーションで手滑んねんけど、最悪。ちょっと待って、あーどうしよう、赤へん。あこういうのも大切やねんなと思うね。はい、二重つきます。初めてなんでちょっと焦っちゃうっていうのがある。はいはいはい、この間に乾かしてる間に何しよう。あ、ちょっと待って、乾かしてる間に眉毛眉毛、パウダーを重ねますと。はいはいはい、はい、眉毛重ねていきます。はいはいはい、大丈夫かなこれ。ね、眉マスカラ先に塗った方が私はノリがいいなと思って、いつも眉マスカラを先に塗ってます。アイプチが目にくっつきそう。くっつくと大変なので、もう一回ちょっと黒くなっちゃった。はい、塗って、あー全然アイプチうまくいかない、最悪。わ、やばい、もう2分経過してる。早いって、あと3分しかないで大丈夫？ハーフメイクはちょっと難しいよ。眉毛いっちゃいましょう。眉毛ね、眉毛を、はい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 、これやばいやばい、大丈夫かな。ああちょっとなんかいつもと違う眉毛になっちゃった。気になる。ちょっと乾かしてる間に目を。へえ、5分のメイクって結構難しいもんやね。ノーズシャドウいっちゃいますか。あ、まさかのブラシがない。あー、もうやっちゃったな。大丈夫です、塗りすぎないように塗っていきますと。
これ普段のメイクです。はいはいはい。おい、やばい、もう3分。大丈夫、全然できてへんけど。はい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 。普通に普通に。最悪、旦那さんが上がってきましたね。違うかな。違うかった。よかったよかった。めっちゃ汚いねんけど。ダブルライン。時間やば。大丈夫かな。うわ、シャドウ散らばっちゃった、バレた。はいはいはい。じゃあ次はつけまつげ。あ、これがちょっと難しいか。あ、待って、アイプチできてないねんけど。これちょっとやばいな。はいはいはい。あっお母さんが布団を叩いています。ちょっと待って。あ、やばいやばい、あと30秒しかない、無理。あ、あ、待って、アイラインと。はい、5分のメイクですね、完成したんですけど、もう最悪です。はい、まつげちゃんとついてません。難しすぎる。ということで完成したんですが、ちょっと眉毛の左右も違うし、まつ毛はくっついてないし、全体的に出来上がってません。正直ベースしかほとんどできてません。やっぱいつものあのハーフメイクで5分は難しいな。あかんな。ちょっと次またリベンジしたいと思います。ひまちゃんも起きませんでした。まさかのね、あ、また布団叩いてます。あのね、まさかの階段なんとしてだね、思ったら布団でした。私もね、今ね、でもね、花粉が飛んでるからね、どうしてもね、布団をね、干すと私ちょっと鼻がかゆーってなってしまうんですけど、まあ、まあね、布団早く干せるようになりたいです。布団クリーナーしときます。はい、ということで、はい、はい、ということで今回は5分メイクでした。まあ、ちょっとすごい非常に難しかったんですけど、次できるようにちょっと練習して、5分でできるハーフメイクやっていきたいと思います。まあ、ちょっと今度またね、5分のナチュラルメイクもやりたいなと思ってるので、皆さんまたぜひ見てください。めっちゃ楽しかったです。じゃあまたノーミラーメイクの方もしていきましょう。あれならね、時間制限ないんで、まあ、ミラーなしなんでちょっとどうなるか楽しみなんですけど、まあ、今回参考になるメイクというか、ただのどんな感じやっていう調整のメイクみたいになっちゃったんですけど、まあ、楽しく見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回5分メイクでした。皆さんまたお会いしましょう。グッバイ。